球で。もうちょっとで1400だね。何しようかとか思ったけど、そんな毎回 100区切りでなんかやってたっけ。ケーキとか買ってたっけ。じゃ最近分かんなくなってきちゃった。1300確かなんかね、なんかでできなかった気がするんだよ。覚えてる、なんかできなかったなってイメージがあったけど。ペンダコちゃんペンライトありがとうございます。THY さんペンライトありがとうございます。寿司めっちゃ食べたの。あ、確かに。それん、それそれなんだ、それ3周年とかじゃなくて、違うか。あ、3周年じゃない、特別配信じゃない方。オンラインしゃべり会追加した、ありがとう。エカさんペンライトありがとうございます。めっちゃ寝てました。なんか最近睡眠不足でいっぱい寝ちゃうんだ。今日は今アキレスさんとマリさんとお芋さんが出てるこりゃも転売4ゲネプロ行ってきたんですけど、めっちゃ面白かったですよ。本当にマジで、うわこれ出たかったと思いました。長十郎さん掛け軸ありがとうございます。いや、そう今回はね、そう私はあれなのよ、生誕祭やらその公演のポジションが変わる関係でちょっとね、オーディションを辞退しちゃったんですけど、チョクさんペンライトありがとうございます。そうなんですけど、でもめっちゃ面白かったんですよ。なんか見てて、うわ面白い、すごいなーっていうのもあるけど、面白い、うわこれ出たかったなーってめっちゃ思いました。メールにも書いたんだけど、そのなんかシンプルに脚本がめちゃくちゃ好きで、すごいおもろかったんですよ。だからいいなと思いました。だからな、これも転売あるときはね、また見に行きたいなって、見に行きたいじゃない、これも転売出てみたいなって思いました。まあただやっぱりこうあれだなと思った、男性もいる舞台なんですよ、これもテーマ、シャーシーと違って。だからね、私のガチ恋のファンの人が悲しむんじゃない。そう、斉藤優さん脚本で、でも斉藤優さん今日いたからちょっとお話ししたんですよ。そう、今回ちょっとオーディションがみたいな、生誕祭とかの関係で、もうそうだよみたいな、え、でもめっちゃ面白かったから次なんかそういうのがあったら受けたいと思ってますって言ったら、受けてよって言ってくれたので受けたいと思います。まあシャーシー男性いたけど私絡みなかったからね、最後のアフタートークぐらいだからね。うちの推しもイケメンな人と舞台で共演してドキドキなシーンあって。あ、そうなの。で別に舞台だからね。そう、うん、ね、男性の方がいらっしゃると私のガチ恋の方々が悲しむかもしれないですけど、知りません。知りません。ビンタ
いや私ダメなんだよね、意外とできないんだよな、ビンタとか。なんかしていいよって言われてもできない悲しいね、悲しくねえだろ絶対。まあでもね、あんま詳しいこととかはねまだ言えないので、なるべく中身は触れないようにしますけど。なちゃんのファンにガチ恋って多いか、え、どうなんだろう、多くはないとは思います。逆には躊躇だけ、いや無理無理無理、私結構無理よ。あのね、顔とかは叩けないんだよね。顔ってさ、皮膚が基本薄いじゃん。まあ皮膚は薄いんだけど全体的に。でも顔って叩くの怖いんだよね。ガチ恋だから悲しむ。本当。てんてこちゃんペンライトありがとうございます。どこまでどうなんだろうね。まあ別にガチ恋ダメじゃないですけど、なんていうの。私の仕事に影響を与えてくるぐらいのガチ恋はちょっと嫌ですね。なんていうの、例えばそのさっき言ったみたいに舞台に男性がいるからどうだろう、わわわわって言ってくるようなガチ恋は嫌です。まあその写真の時にさ、まあ関岡マークさんとかさ、まあ写真撮ったりして載せたじゃないですか。まあ、全然ファン、私のファンの方いなかったんですけど、まあ、そういうのでもしこうなんかわーって言ってくるような方だったらちょっとやだなと思いますけど。試し会で変なこと言ってきたファンにグーパンいけない、いや無理だね。だその軽くとかでいけるよ。軽くっていうかこう例えばなんかもうみたいな、ただポンってその当てるぐらいの、リナがよりによくするやつ、よりとか言ってそれぐらいのこう当てる程度のやつはいけるんだけど、ガチで痛いって思うようなやつは無理かも。人が痛がってるの見て私も痛くなっちゃう人だから、自分が殴ったくせに自分も痛いってなっちゃいそう。マークさん面白い頑張りまーく、裏でずっとみんなで頑張りまーくって言ってボクシング、あー無理無理、私格闘技見れないんだよね。もうなんか自分がボコボコにされてる気分になっちゃう格闘技そんなことないんだけどね、ううみたいな。だから人殴るぐらいなら自分殴れた方がまだマシって思っちゃう。そうね、私がお世話になりました演出家の方も今回今回の演出もされてる方で、そうご挨拶もしてきました。ご挨拶っていうか普通にいたので、もちろん久しぶりですってボクシングだマジ痛そうじゃない。もうでたまに流れてくるけどさ、 X とかのさ、そのおすすめとかで怖い、本当本当になんかもう殴られそう、殴られそうで殴られないんだけど画面だし。私だからちょっと中二病チックなとこあるから、もし道メンバーと一緒に歩いててなんか暴力振るわれそうになったら私が絶対殴られるって思いながら歩いてるもん。変ですよね、頭おかしいよねあれよ、みんなが学生時代教室で変な人入ってきたら俺がみんなのヒーローになるみたいな考えてたと一緒。去年12月、秋吉ちゃんも出た城南フロックボーイは、フロックボーイズはかっこいい俳優さん。私マジ俳優さん本当に分かんないんだよね、正直ガチで分かんなくて。まあだから今日舞台出てた方も正直男性の方、今回誰が出てるとか全然見ずに行っちゃったので、 B チーム、その秋吉さんと舞さん、そう、ただとは翔子さんが出てるのは知ってたんですけど、 B チームで。リアナちゃんは A か B かちょっと見てなくて、
で行って、なんか男性陣マジで誰も分からないまま普通に行ったんですけど、全然本当に誰か分かんなかった。ただリコピさんが横でこう誰々さんっていう風にちょっと言ってくれたから、あこの人は、でも覚えてないです覚えてないです、見た目でしか覚えてないです、あーこの方ねみたいな。塩子さん、塩子さん黒点じゃないよ、目撃者だよ、新年一発目のやつでしょ。知り合いのオタさんが最近プロのキックボクシング、すげえ、いらんの、まどかさんが出る4月の博多座のプラ版女子、プラ版初めて聞いたぜよりから謎のラインが取れてないんじゃない待ってよ、よりから不意確認のラインが来たんだけど、語彙力があまりにもと思ったら意外と分かったっていう、ちょっとおもろいラインが来ちゃった。最近口の皮がマジで抜けてる。まだなんか舞台みたいなの、いつか前バーで飲んでたら白おじさんに絡まれてビンタされた。大変ね、何やってんの インスタにしたくすのきさん、うん、リアナちゃん可愛かった、てか顔ちっちゃいリアナじゃん、スタイルがめっちゃいいって思った。あそうだった、10日後の1400のやつ、1400は10日後だから7、8、9、10、9日、うわうわ9日はちょっと無理、あいや、あどうなんだろうな、うん、って感じですね。まあなんかできたら軽くなんかしようかなぐらいだな。関東の舞台、関東の舞台とか言われたらでもそれはそれで公演全く出れなくなるじゃん。ありがたいことに福岡の舞台だからさ、この前は公演出れてきました。
てか私無理よまだ関東はだって一回しか出てないしそもそもまだまだですよ。舞台より公演がいい。まあそうですね、そりゃそう。だって公演が私たちの主な活動ですから。そりゃ公演がいいかな。まあめっちゃわがままですけど、どっちも出たいですよね、公演も舞台も。だって公演自分が出ない回にさ、そのポジションに他の人が出るわけじゃん。やっぱさ、そしたらさ、私のファンの人がもしかしたらさ、その公演見に行ってさ、その他の人たちをいっぱい見るわけじゃないですか、私がいないからさ。そうなってくるとまあ普通に嫌だよねっていう。他に推し変をさせる隙を作るわけですから。いや意外と私いなくてもね、見に行く人いるからね。みやるちゃん5月ぐらいの舞台あ出てたね。なんかあのマジックみたいな格好してたやつでしょ、あのパンフレットチラシ。足がめちゃくちゃ重たい。マジでなんか最近ね、足のふくらはぎの張りが本当にすごいんだよね。ちょっと歩くだけでね、足パンパンになるの。マジで結構困ってるこれ。痛いし、マッサージしたりね、ちょっとストレッチしてみてもね、あれなんだよ。スカパン、あーそう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 、あれどういうあれだったんですか。糖分や塩分取りすぎ。いや私最近取ってないのよ、それが。そんなには。夜ご飯は最近の定番、生春巻き生春巻きしか食ってないこいつってな感じですけど、大丈夫、ちゃんと野菜取るために食べてるから。中には今回はサニーレタス、人参、アボカド、ささみです。って感じです、私の今日の夜ご飯。
紫キャベツは無理。なんかお昼は好きなものを食べていいってことにしてるんです。夜はその野菜系にするだけ。でも意外と生春巻き美味しいから、なんか思ったよりこうなんていうの、苦じゃないって感じ。待って、ライスペーパー手に入る。え、スーパーにめちゃくちゃあるよ、超あるよ。お昼はペペロンチーノと、あ、ジュースペペロンチーノと、あとコンソメスープを飲みました。どっちも作った。鮎川くん明日フルス広島と宮崎で TRM 何それトレーニングじゃないか、違うか、 TRM とと TT トレー違うか難しいな、 TRM ってなんだろう。DM レボリューションでもなさそうだしね。でもめっちゃたこ焼き食べたいんだよな。たこ焼きってうまくね、自分で作ったたこ焼きってマジでおいしくない。練習試合、練習試合 TRM トレーニングマッチか、すげえ、そういうことか。トレーニングマッチか。銀だこ、いや銀だこも好きなんだけど、ちゃうのよ、銀だこじゃないのよ。自分で作ったやつの中がトロットロのあれが食べたいの。業務スーパーやたこ焼き粉無理やろ、業務スーパーのたこ焼きなんて量多すぎるやろ絶対バレンタイン恋申し込んだ。バレンタイン公演、可愛い髪型しちゃうかな。でもなんかあるかな、可愛い髪型。いや毎年なんかバレンタイン公演みんなハートここら辺につけてる気がする。ハートの髪の毛でハート作るやつ。たこ焼き持ってる持ってる。もううちいろんなのあるから、メンバーがうちで何でもできるよ。マルチポットあるから今度、マルチポットファンの方がくれたのだから今度串カツパーティーするの。今日そうだ、揚げ出し豆腐作ろうと思ってた、忘れてた。揚げ出し豆腐はワンチャン豆腐だからセーフじゃねっていう私の判定で揚げ出し豆腐しようと思ってたのに。去年本当に、え、覚えてない、なんかしたっけよね。バレンタイン公演セリフ覚え、わかんないよ今年は普通に何も聞いてないから。銀だこは揚げ焼きだからたこ焼きとは違うと大阪のたこ焼き屋さんです。なんかもうそれ言うけどタコ入ってるからたこ焼きなんで、全部たこ焼きの中でいろんな種類があるだけじゃないって私は思うけどな。たこ焼き揚げバージョンとか、こんなに治りそう。今こんなにないもん、ないし、
今ないもん。プリプリ。ね、たこ焼き食べたくなってきたよね。なんかさ、でも家でするとさ、めんどくさいじゃん。だからさ、なんか大阪とかにさ、あれがあるらしいじゃん、あの自分でたこ焼き作るお店みたいな、そお店にたこ焼きのたこ焼き器があってみたいな、あれいいなって思う。ないかな、詳細発表されてる。あ、そうなの。うちら詳細わかんないんだよな、出るメンバーとかは知ってたとしても。セリフの募集、生写真購入で最前席やメンバーからチョコもやるし、お、いいじゃん、みんな買いな雑、買いな。串カツ田中でたこ焼き切る、え、そうなの、どこの串カツ田中、なんかいっぱい悪くない、福岡も。あ、2月のオンライン、今回が最終受付なんだ。マークイズ違う違う、あ、それは串カツ田中ね。串カツ田中、え、マジ串カツ田中はあるの、行ったことないんだよね、なんだかんだ。それならあそこ行っちゃう、あの串カツの店あるじゃん、博多駅とかの、なんだっけなんか楽だなとか思っちゃう。え、あるたこ焼きとか、ほんとだ、ある。手作りたこ焼きセットがある。串屋物語だっけ、かゆい。すごい、いいねこれ。あ、でも9個で480円か。なんか韓国のおにぎりみたいなやつあるじゃん、田中のおにぎり。器に入った具材を自分で混ぜて手袋をはめて握り形を作る。これ韓国のおにぎり、こういうのあるよね。あ、いいな、子供本気じゃんけんとかあるんだって。19歳以下のお客様限定でソフトドリンクを注文すると店員と1回勝負のじゃんけんが、勝ったら1杯無料、アイコで半額、負けてもて、え、めっちゃいいじゃん、いいな、私もじゃんけんしたいよ。2月18オンラインも残りわずかやってる。わ、ほんと？じゃんけんのやつ。じゃあみんな、ソフトドリンクじゃんけんいくよ。
最初はグーじゃんけんぽい。チョキか1かわからない作戦。まあ1ないから意味ないんだけど。みなちゃんはチョキを出したよ。みんな負けたよね。私今じゃんけんに変わる何かを考えたいんだけど、5までの数字のじゃんけん、じゃんけんっていうかちょっと考えてみたんだけど、これは通用するのかな。例えば1とか2とかの隣り合う数字だった場合は数字が大きい方が勝ち。例えばせーのでポンって出した時に4、相手が4、自分が5だったら5の勝ち。ただそれだとみんな5出せばいい話になっちゃうから、そんなんていうの、あーどうしようかな。ちょっとでも頭つかんこれだとしたら、でも5より1が強い。隣り合ってるっていうか、ちょっと隣り合ってないんだけど、で4より2が強い。4と2だった場合は2が強い。5と1だった場合は1が強い。0はなし。0なし。でも隣り合ってない場合も、3と5とかの場合は5が強いです。基本数字が大きい方が勝ちだけど、特別ルールとして5より1が強い、4より2が強いみたいな。そう、難しいね。だからせーのでポンって出した場合、2と5だから5の方がでかいから5が勝ちなの。こっちが勝ち。ただそう、ただじゃんけんポンで4と2だった場合は2が勝ちなの。確かに3いらねえな。3いらねえな。3どうしよう。確かに4か54出せばいいもんな。あでもあだからでもあれじゃん、その35と3はなぜ5だって5の方がでかいじゃん数字が。でもその2に勝てるのが3だ。3は5に勝たないよ。え3は5に勝たないよ。でも32に勝てるのは3じゃん。うん？うん？ごめん3。でも32に勝ってるもん。隣り合ってなかったら小さい方が勝ち。あシンプルに？確かにそれがただ早そうだね。難しいね、やっぱこういうなんか公平なやつ考えるのって。まあそうだね、隣り合ってなかったら数字がでかい方が勝ちだけど、隣り合ってた場合
数字がでかい、ん？ん？え、どうした？ちょっと待って。なんだっけ？隣合ってなかったら小さい方が勝ち。そう、それです。それがいいね。でもそしたら1最強じゃね？あ、最強じゃねえわ。最弱？弱くもないか。隣り合ってなかったら小さい方が勝ちでしょ。だから2とか強いよねと思ったけど、それでもないか。よし、決定だ。隣り合ってなかった場合小さい方が勝ち、隣り合ってたら大きい方が勝ちだね。なんか難しくなってきちゃった。ちょっと諦めよう。新しいじゃんけん開発したと思ったんだけどな。ちょっとよくわかんないからもういいや、諦め。サンプル持って帰ってきた。え、見れてないんだよな、まだ。昨日寝るの遅かったから。ちょっと分かんないからもういいや。どうでもよくなっちゃった。飽きた。顔小さい。うち顔小さくないよ、大きいよ。変わらん変わらん。ね、じゃんけん考えた人すごいよね。じゃんけん？じゃんけん？どっちが正解なの？じゃんけん？私じゃんけんだと思ってんだけど。じゃんけんポンって。でもじゃんけんっていう人いるよね。じゃんけん、じゃんけん難しい。あ、そうだ、明日皆さん、私お昼頃、お昼っていうかお昼過ぎ、夕方ぐらいに配信するかもしれない、かもしくは午前中に配信。いつもの時間はしないかも。明日ちょっとご飯の予定が入ってます。まあ後日誰と行ったかは教えます。あの、先輩とかではないです。そうなんだけど、ご飯にあるメンバーと行こうと思ってまして、あるメンバー、メンバーっていうとなんかあれだね、ある方々と行こうと思ってまして。ゆりちゃん水曜びっくりした。あ、え、発表したの？中っきー、あ、発表してる。中っきーが発表してる。そう、実は私知ってたと言いますか、軽くお話は聞いてたんですよ、実は。そう、一回ご飯行った時に、まあこ、なんか卒業っていう風な話を軽く聞いてたので、発表の日までとか全然知らなかったんですけど、
でもすごいよね。でもずっとアイドル頑張ってたじゃないですか。長い、私より全然長いよね。どうなんだろう、同じぐらいかな。そうだからタカッキー、タカッキーって今勝手に呼んでるだけ、呼んだことない。3月20日はなんかあるのかな、その私が。でもなんか1回ぐらいやっぱライブとかさ見に行きたかったからさ。どこのどちらさん、フェスティブの高木ゆりあちゃん、出身が大分の方でアイドルさんです。東京の方で主に活動してます。なかなかね、ね、見てみたかったな一回ぐらい。てか見たいんだけどな。確定申告っていつまでだっけ、いつまでだっけ。なんかでも今スマホでできるよね。でも私スマホでできる自信ないんだよな。みんなスマホでやるの？あーそっか、パソコン前提か。でもスマホでできるってなんか書いてた気がするんだけどな。パソコンか、思ってないな。ケロックニさん、クマありがとう。あでもなタブレットある、税理士さん使ってます。うーん、ちょっとその税理士さんお借りしてもいい？費用はそっち持ちで。計算した後の申告はスマホでできる。あー私いつも税務署行ってやってるもんな。でもなんかそのさ、確定申告した書類みたいになるじゃん。1年はもちろん取っとくけどさ、そのどのくらい取っとけばいいのか分かんなくてさ、なんかいっぱいたまりにたまってきてさ、もうどうしたいか分かんないんだよね。領収とかもあるじゃん、だからどうしようみたいな。アイドルってどこまで経費をするの？教えません、そんなこと。なんちゅうこと聞いとねん。
タバ白黒どっちも完売、え完売全部じゃない、全店舗じゃないよね。私黒もう一回飲みたいんだけど、今回ね白より黒の方が美味しかったの。え5、6年も保管しなきゃいけないの、いやだもう多い、もう入らない入らない、うちの棚に。てか部屋マジ模様替えしたい、この家壁少ねえな、壁少ないってどういうことと思うじゃん、壁が少ねえのよ、そういうことそういうこと、なんかね壁が少ない、うん、なんて言えばいいの、なんかこう棚とかをさ置くと巻いてさ壁に沿わせるじゃん、その壁が少ないって言えばいいの。たまに確定申告の抜き打ち調査がある、やめてよもう、ただでさえもう大変なんだからタカ出るはずのルージュに乗せる金箔が足りないって見えるそんなことある、マジ、あ、いちご明日からなの、今日出てるかと思ったわ。医療なんて言うのそれ、空助、工場バカロテ、もう最近さなんかもう私自分の無知をさもう恥ずかしくて恥ずかしくて仕方なくて、関係とかなんか勉強関係のためとか受けた方がいいのかなとか思い始めてきたよね、ついに。読めない漢字とかが割と多くてそうだからなんかちゃんと勉強した方がいいのかなみたいな。みんなさこう漢字の強いにさひらがなのいでなんて読むかわかる、これ月曜か夜更かしでやってたのがなんか TikTok に流れてきたんだけど、あ間違った強い間違った強いじゃない強いじゃない間違った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 、それは強いだわ間違った間違った間違った、強いにあのなんとひらがなのかあ間違えた強いそう「か」がついたら何て読むかみたいな、漢字で書かないでみんな分かんないじゃん、そういう読み方したたかだったっけ、強か博多メス秋吉さんしたたかだっけ、え、したたか、え、したたかだったっけ、なんかその動画が流れてきて読めなくて、え、したたかだっけ、本当だ、したたかだ、私これさ、なんかおごそかとかだと思ってたのおごそかじゃないけど、信用されてない違う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 、なんかこういう何だっけ、この問題が出てて私読めなかったんだよ、それでね、あーなんか勉強しないとやばいのかなって思って、常識はあると思ってたけど意外と常識ないんだなみたいな、自分だからどうしようと思って、いやこれ高校生とかってか難しい、あれなんだっけ、え強いじゃなかったっけ、でもなんかそれで読めなくてすごい悲しくなっちゃったんだよね、したたかじゃなくて何だったかな、ねほがらかじゃなくてなんとかか、け、何だっけ、ね、
いや、じゃあしたたかじゃなかった気がする。多分その感じじゃないんだよ、多分。なんだろう、なんかかっこいい感じだった気がする。こうひらがなにしたらかっこいい感じだった。めっちゃバカみたいじゃない今の。かなんかひらがなにしたらかっこいい感じ。めっちゃバカない。あ、それそれ、ちじゃない、ち。ちだったら何になるっけ。あ、じゃああながちじゃない。じゃない。なんだっけ、あながちじゃない。なんかでもなんか漢字にしたら、漢字はひらがなにしたらなんかちょっとかっこいい感じ、かっこいいこう雰囲気になった気がする。なんだったかな。え、したたかだったかな。いや、なんかだって私がおごそかと間違えるからだよ。その強いにいいがついて、お、あ、違う、す、強いにかがついておごそかなんて思わないもん、多分。おろそかじゃない、4文字だった気がする。何だったかな。何だったかな、マジで。ちょっと待って、調べてみよう。イデオ TikTok の無断天才。でもしたたかだったかな、じゃあ。漢字ギャル、あ、これかな。これには載ってなかった。あ、これだ。強、強、え、これ、これかな。違う、これじゃないね。これじゃない。どれだ。あ、みんな出たかも。したたかかもしれない。したたかだったかな。でもしたたかっぽいわ、なんか。なんかもっとかっこいいイメージあったんだけどな。したたかかもしれない。もうしたたかでいっか。いっか、したたかで。すまん、みんな。したたかです。2月とかなるちゃんの下町ロケットのトークショー行きますか。どこでやるのそれ。したたかもかっこいい。そうだよね、したたかもかっこいいよね。したたかかっこいいよね、なんかね。そうだよね、うんうん。じゃあかっこよかったってことだね、さすがになちゃん。ね、したたかだよね。したたかってどういう意味だろう。まあ、なんとなくは分かるんだけど。でも私のいいところはこういう気になったらすぐ調べるところです。なかなか手強い人、一つじゃない私じゃん。さっきの私だね。坂
系の感じね。なんか魚編ついたらなんか難しいよね、いっぱいありすぎて。じゃあちょっとみんなに難しいお魚の漢字クイズしよう。魚、あ、山字打っちゃった。魚、難しい漢字。よし、私が紙に書いてそれをみんなにお魚クイズ。ちょっとこれミニだから寒いの。お魚クイズ、イエーイ。ちょっと暇だからお魚クイズしよう。みんな、イエーイ。緊急企画、クリアマリナーのお魚漢字当てクイズ。今から出題する魚の漢字をみんな読み方を答えてね。ただし検索するのは禁止だよ。みんなは検索するけどね。うわ、難しい。そもそもこんな魚インドって感じなんだけど、むしろ。すげえ。じゃあ、おーい、怖っ。怖っ。私の携帯乗られてないよね。あ、びっくりした。いや、今さいや、びっくりしたのがさ、そのサイト調べて開いたらさ、携帯画面あるじゃん。画面のさ、下の方にさ、なんか手がこう麻雀のあれ打ってる手が出てきて、ここ手だけ、手首だけ、えぇ、ー、とか思ったら広告だった、その麻雀のあのアプリの。いや、怖すぎ。やめて、そんな変な広告やめて、本当にマジ怖かった。手首だけ浮かんできたんだもん。怖えよ。うわ、なんだこれ、難しそう。一発目から難しいの来ました。じゃあ行きます、書きます。薄じゃなくて細。ごめん、音気持ち悪いね。第1問、ででん。こちらは何と読むでしょう。ちょっと斜めになってますね。こうしたらいい感じか。いや、むずくね、普通に考えて。じゃあヒントは私が横に絵を描きます。じゃん。正解はスルメでした。スルメです。よく分かったね。絶対さ、何人かカンニングしたでしょ。ファンの人の答え絶対あれでしょ。あの人が書いた答え、カンニングして書いたでしょ。何人か。ダメだぞ。イカやん。だってイカスルメじゃん。じゃあ次。あ、でもこれは分かる人いそう。物自体は有名だからね。続きまして、第2問。こちら、じゃじゃん。
ぱい言う人、何キス言えば当たるわけじゃないからね。これキスじゃないで。何そのなんかキスめっちゃ好きな人みたいな。ヒントこれ、ヒントあるかな。ヒントヒントむずいな。お、正解者いる。正解こちら、こちらは数の子です。すごいよね、数の子はなんか数字の数にひらがなの子ってイメージがありますが、これはいわゆる当て字らしいです。希望の木を作りに持つ魚編の漢字一文字、数の子で、数の子って読むんですって書いてある。木はなんとかの省略形で、なんとかに乾燥させるって意味があります。難しいな。とりあえずこれ数の子って読むらしいです。え、だからみんな数の子ってやってみて、そしたら出てくる。まあ、なんか鬼かっこいい感じある。ちょっとこれ書きたい逆。これがこれわかんないでしょ。まあそう、魚編の感じだし。じゃあ続きましてこちら、じゃん、かっこよくね。これに関してはでもヒントももう何もないです。なんでしょう。ポセイドン。あ、いる、正解。こちらハタハタです。全然わかんねえ、初めて。ハタハタってなんだよ、初めて聞いた。お、神の魚っていう魚編の感じ。へえ。冬の日本海の味覚を代表するような神がかった味ですがって書いてる。これハタハタらしいです。ハタハタなんか聞いたことはあるとは思う、多分どこかで。あれみんなが知ってそうな、そもそもお魚じゃないとさ、ハタハタ知るかよってなっちゃう可能性もあるしね。じゃあ次、雷が鳴るとき、あ、そうなの。じゃあ次いきますよ。ちょっと次かけるかな、私が。続きましてこちら、じゃじゃん、これは割とみんな知ってるお魚です。聞けば、あ、はいはいはいってなります。見たことあるでしょ。見たことあるでしょ。これなんだ、ハゼ。お、ハゼ勢が多いですね。こちら、鈴木です。言われたらなんか、あ、確かに鈴木だなってならない。こちら鈴木です。動物の森でめっちゃ釣れるやつ。なんかでも言われてみたらなんか、あ、なんか鈴木かーみたいななるよね。ね、うわ、これすごい。これでもさっき何人か答えというか出してたな。こちら、え、リナの字が汚くて分かんないとかじゃないよね。ただいま全敗中、頑張れ。続きましてこちら、じゃん、なー
んだ。リナは正直こんな感じ初めて見ました。なんだなんだ、に上西じゃないんだよね、真ん中だけ繋がってんの、ここだけ。ちなみにさっき別問題で合ってなかったけど答えに出てる人いました、ね、調べて、逆にこれ調べれる、右合ってる、合ってるんだよ合ってるよ、だってこう書いてんだもん。じゃあ正解はエイです。ほら、エイ分かってる人、エイって合ってる、エイって答えてて、これ合ってるよね、西じゃないよね、上このなんか変なとこだけ繋がってるよね、エイじゃないよみんな調べちゃダメ。じゃあ次、手書き入力機能ダメ、それ使ったら。次、そんなみんな西が好きなら、じゃあこれじゃん、なんでしょう。お、正解いた。こちらはなんとマスではなく土壌です。私の漢字がちょ、私の字が汚いからマスに見えたかもしれないけど、でもマスじゃないの、土壌なのこれ。さあどんどん難しくなってますかね、私はサイトを見ながらめちゃくちゃ調べられやってますけど、これマスじゃないの、土壌なの。じゃあ次は、なんかさ、そもそもなんか難しくなってくるにつれてさ、みんながなんかこの魚知ってんのかなぐらいのレベルに来るんだよね。私全然知らない魚いっぱい出てきてるもん、何の魚ってもはや思ってるし。わかんないな、そもそも。おお、じゃあ次、それ漢字あんのって感じです。あ、ごめん、ちょっと字めっちゃ汚くなった今回のやつ。じゃん、まあ、だから魚の横は毛です、毛。そう、毛です。モサモサしてそうな名前。ああ、そうですよ、モサモサ、モサモサ、あ、も、うん、まあ、モサモサです。これ分かる人いるのか、でもさっきからさ、めっちゃ分かってる人いんのよ、一人か二人。お、え、待って、出た、え、正解出たけど調べてない、本当に。こちらトドです。なんとこれトドなんです、皆さん、トド。意味わかんなくない、トドに漢字とかあんのって感じじゃない、正直。トド食べれるのか、食べんなよ、トド食べないで。
魚じゃねえ、でも魚編だもん。出てきたでしょ、トドで。じゃあ次、こちら、じゃん。名前聞けばわかるかも、このお魚は。ネットがなんか重たいんです。私の携帯が重いのかな。なんだなんだ、ぎょ、そうね、なんでしょうなんでしょう。お、正解、さよりえ、さより、あ、そう、さより。なんか聞いたことあるくない？私もなんか魚の名前聞いたことある。こちらさよりです。聞いたことはあるでしょ、さより。見た目は分かんないけど、私も。次は、おお、これは絶対分かるはず。あ、漢字は分かんないかもしれないけど、聞けば絶対に分かります。じゃん、こちら。今さよりおいしいの？あ、これは割とね、分かる人多いね。見たことある見たことある。だいたい見たことあるって言うんだよね。セミじゃないです、魚です、魚系。セミじゃない、セミだったら虫でしょ。こちらウツボです。早速正解が普通にいたからあれだったんですけど、ウツボです。こちら難しいよね。ウツボとかカタカナだと思うやん。カタカナがひらがなだと思うやん。え、私ちょっと今出てきたやつめっちゃおもろいなとか、ちょっとわかるかな、これ。これわかる人いないと思う。え、いるかな。魚の名前自体は聞いたことあります。次は多分じゃん、なんだこれ。魚に低いみたいな。これさ、ん、何億円あるかってなりますよ、聞いて。私はなんじゃそらってなりました。あんこうひらめかれ、その辺だと思うじゃん。じゃないんですよね、これ。あ、正解いる。こちらなんとスケトウダラです。なんじゃそら、これでスケトウダラなわけねえだろって私は思いました。こちらスケトウダラです。目めっちゃかゆいんだけど、左目こちらスケトウダラらしいです。なんじゃそりゃ、めっちゃ左目かゆいんだけど、眼鏡かけてるからかけない。意味わかんないよね、これでスケトウダラって読むかっていう。確かにこれ関係と関係とかだと、なん、どのくらい出てくるんだろう。あ、これも、これも私びっくり。
こちらじゃん、文字数合ってない、それな、一文字でスケトウダラ6文字分、こちらなんでしょう。あ、正解、こちらチョウザメです。これでさ、チョウザメって呼ぶのやばいよね。てかサメって漢字ついてないじゃん、もはや。そう、こちらチョウザメらしいです。うわ、ちょっと待って、あと2問出したい。あと2問出したら漢字クイズ終わりです。チョウザメとかね、チョウサメだせースーパーシャークやん、英語にしたら。次、これももう意味わかんないです、正直。なんでそうなるってなります。こちら、じゃん、目がかゆい。でもこれなんか難読漢字なのかな、だからクイズとか言ってそうだよね。これは食べたことはないと思います。お、正解、こちら山椒魚。もう意味わかんなくない、山椒魚を一文字に対して7ひらがなとかある。山椒魚、じゃあさ、これにさ台つけたら大山椒魚ってことかな。山椒魚のヒントってなんだ、山椒魚私書けないよ。こいつじゃん、山椒魚。これもどう見ても山椒魚じゃない。いた、山椒魚。山椒魚です。右が微妙。微妙とか言わないでよ、頑張ってんだから。みんなだって頑張ってんだよ。じゃあラスト問題、正直これ私が書けるか分かんない、バカ難しいです。ちょっとだから大きめに書こう。あんま変わんなかった。こちら、じゃん、最終問題です。なんか絵みたいだよね、みたいな文字っていうか。はい、正解はカラスミです。なもん知るか、こちらカラスミです。なんか乾燥させるやつでしょ、カラスミって。あのオレンジっぽい卵みたいなの、そのまんま
お歯黒だ、え、びっくりした、私の歯かと思った。こちら辛すぎです。パスタとかでね使われてますよね、辛すぎのパスタとか。ボラの、あ、卵巣なのあれ、卵だと思ってたの。え、卵じゃないの。こちらカラスミです。いやがいね、それな、めっちゃ思う。以上、緊急企画いた、カラスミ、カラスミクイズじゃない、間違えた、緊急企画、りなちゃん漢字当てクイズでした。わーい、ボラ結構取れ、あ、取れるの、むずくね、知らなかったけど強く生きていく、そうだよ、強く生きていこう。で、今もう一個やりたいのを思い出した、思い出したな、思いついた。心理テストしよう、久しぶりに。心理テストしようよ、深層心理みたいな。一時期私が好きだった心理テスト、あなたの本性が分かる心理テスト。あ、間違った間違った、広告とかあるじゃん。これは、あ、これあれだ、多分有料のやつだ、ちょっと有料、無理無理。心理テスト、なんて調べようかな、選択、女の子ってなんか心理テスト好きなイメージあるな。ではでは心理テスト参りましょう。こちら恋愛感が分かる心理テストになります。ストレスが溜まった時、あなたが行うストレス発散方法は、1、美味しいものを食べる、2、大きな声を出す、3、泣きわめく、4、ふて寝をする、4位じゃない、4 ストレスが溜まった時、あなたが行うストレス発散方法は、1、美味しいものを食べる、2、大きな声を出す、3、泣きわめく、4、ふて寝をする。4位って言っちゃうな。え、なんだろう、私1か4だな、1かな、私は1ですね、ご飯です。ということで、じゃあ、まあ、いっちゃいますよ。1の美味しいものを食べるを選んだあなたは恋愛に憧れがありますね。美味しいものを食べるということには幸せや理想像が含まれています。夢見がちなところがあり、少女漫画のようなストーリーを期待しているのでは。理想が高いがゆえにあまり恋愛に発展しない可能性もと。少女漫画みたいな、確かになんかあれだな、パン加えてこう痛いって、なんかそういうのちょっとやってみたいな。古いやつ。では続きまして、2、大きな声を出すを選んだあなたは恋に落ちやすいと言えるでしょう。大声を出してストレスを発散する方法は衝動的な性格を表しています。エネルギーが有り余っており、ストレスをためやすいですが、そのエネルギーが恋愛に向くことで情熱的な恋に簡単に落ちてしまいます。おお、誰だ誰だ。まあ、だからこれ選んだ人は DD ってことですね。続きまして3番、泣きわめくを選んだあなたは自分のことを悲劇のヒロインと思っているタイプです。今日はちょっと恥ずかしい。選んだ人、泣きわめくことは感情に浸ることでストレスから自分を守る目的がありますね。不安な感情を抱えやすいため、恋愛では甘やかされたりお姫様扱いされることを好みます。
そうなの、甘やかされたいの。ふぅだるだる人。じゃあ最後4、ふて寝をするを選んだあなたは恋愛にのめり込み周りが見えなくなるタイプです。寝る行為は現実からの逃避を表します。恋をすると現実から目を背けるために恋愛にのめり込む場合があります。だってだってみんな似ぬ人は押し変もしくは押し増ししやすい人なのでは。まあ、だからね、4は本当に一途というか一筋って感じだね。じゃあ続きましていきます。独占欲が分かる心理テスト、あ、これ先に言わない方がいいね、何が分かるか。まあいいや。あなたは恋人かっこ好きな人の体の一部がなくなる夢を見ました。それは以下のどの部位でしたか。1手、2心臓、3足、4目。あなたは恋人好きな人の体の一部がなくなる夢を見ました。それは以下のどの部位でしたか。1手、2心臓、3足、4目。うわー、なんだろう私。私は手かな。みんな手ばっかだね。歯じゃないよ私やそれないよ。もうしかも手と目多いね。じゃあいきます。1の手を選んだあなたは相手を肉体的に独占したいと考えています。そのため他人が相手に触れることすら許さない傾向にあります。確かにな、リゴピさんが手つないだら嫌だもんな。なんか誰かと。では次、2心臓を選んだあなたは一生自分から離れられないようにしたいと考えており、その手段として結婚を考えています。ある意味究極の独占欲と言えるでしょう。では心臓を選んだ人、あー心臓いた、心臓いる、何か心臓いる。意外な人が。じゃあ次、3足を選んだあなたは相手を物理的に独占したいと考えています。物理的にとは常に物理的に手が届く距離にいてほしい、つまりそばにいてほしいということです。そのためには相手の自由がなくなることも厭わないという人も多いため注意が必要です。にゃー怖い、誰、足誰。でもなんか足あんまいなかった気がするな。あ、いた、一人じゃないな、2、3ぐらいだな。2、3人いるな。キャー怖いよー、やだー怖いよ。続きまして4、目を選んだあなた、目も多かったよね。視線を独占したいと考えています。相手が異性に視線を向けることを許さないことが多いよ。めっちゃ束縛筋やんけそれはそれで視線を向けることもいるさ、怖い。そんなめちゃくちゃ束縛器やん。じゃあ、まあどれ選んでも独占した、まあね、だからどういう独占をしたいかだよね。だから続きまして、何の心理テストかじゃ言わないです、今後は。あの結果前に言います。じゃないとなんかなんとなくこう想像しちゃってやっちゃいそうだから、どれだな、どうかなみたいな。あなたは友人たちと肝試しに行くことになりました。どこに行くか話し合っているところですが、この中だと一番行きたくないのはどこですか。1墓地、2廃墟、3幽霊が出ると噂のトンネル、4うっそうとした森。もう全部嫌なんだけど、怖いやつ無理だから無理なんだけど。投票のやつね、やってもな。私ね、ただ心理テストがしたいだけなのよあとみんなの何選んだか見れるのちょっと好き。あなたは友人たちと肝試しに行くことになりました。
どこに行くか話し合っているところですが、この中だと一番行きたくないのはどこですか？1、墓地。2、廃墟。3、幽霊が出ると噂のトンネル。4、鬱蒼とした森。いや、私2か3なんだよな。廃墟かトンネルなんだよな。絶対出るじゃん、ここ2つはさ。絶対出るじゃん。どうしよう。廃墟も。いや、でも廃墟だな、私は。いやー、でも3も怖いけどな。2だな。廃墟で。じゃあ、いきます。この心理テストで分かるのは、あなたの怖いものが分かります。1の墓地を選んだあなたはあまり恐れがないタイプで、楽しく過ごせればいいと思って生活しています。おお、こういうことね。2の廃墟を選んだあなたは自分が忘れられてしまうことや衰退することを恐れています。めっちゃわかるかもめっちゃわかるかも。次、3、幽霊が出ると噂のトンネルを選んだあなたは将来が不安であり、先が見えてないと不安です。うん、これもわかるな。迷っただけあるわ最後、4、鬱蒼とした森を選んだあなたは孤独を恐れており、常に誰かがいないと不安になってしまいます。これもわかるなダメだろ、全部わかるな。ネガティブにはこれ多分全部当てはまるわ。てか、それは全部行きたくないって言っただけあるわ。怖がりだしな。らしいです。じゃあ続きまして、これ大丈夫かな、ちょっと具体的に大丈夫かどうか、ちょっと大丈夫そうだね。じゃあいきます。次、あなたは有名な探偵です。また新たな難事件の解決の依頼がありました。どうやって解決しますか？1、関係者から怪しい人物をピックアップし徹底的に調べる。2、いつも通り勘に頼る。3、事件現場で聞き込みをする。4、別人物になりすまし事件関係者に潜入捜査する。あなたは有名な探偵です。また新たな難事件の解決の依頼がありました。どうやって解決しますか？1、関係者から怪しい人物をピックアップし徹底的に調べる。2、いつも通り勘に頼る。3、事件現場で聞き込みをする。4、別人物になりすまし事件関係者に潜入捜査する。うわ、1か4だな私。うわ、どっちだろう。私はね、徹底的に調べるか捜査だな。いや、でもなんか捜査して何かあったら嫌だから、とりあえず徹底的に調べるかな。1だな私は。ということで、こちらの心理テストはアブノーマル思考が分かる心理テストになります。アブノーマルってちょっとよくなんかよくわかんないけど、まあとりあえずいきます。1の関係者から怪しい人物をピックアップし徹底的に調べるを選んだあなたは恋人のすべてを知りたい、覗き趣味予備軍です。やべえやべえ私覗き趣味予備軍なの？怖っ。裏の裏まで自分で調べ、何でも自分の目で確認したいタイプなんですね。ひぃー、リナ答え分かんない。だってこれ見れないもん。見れないようになってんのよ。結果を見る押さないと見れないの。やべえ、私覗き趣味を予備軍なの？怖すぎ。じゃあ次、いつも通り勘に頼る2番を選んだあなたは妄想が膨らんでしまう監禁予備軍です。勘に頼ることは妄想癖があることをし、なんだこれ、ちょっと読み方こうやって、最近の iPhone ね、優秀だからね、読み方こう調べれるから。これは読み方が、音量上げて、示唆です。示唆しています。妄想を現実に近づけようとする傾向がありそうです。誰だ、妄想癖あるやつ誰だ。
じゃあ続きまして3、事件現場で聞き込みをするを選んだあなたはとことん追求するストーカー予備軍です。聞き込みという地道で時間がかかる作業を選択したあなたは目的に忠実なタイプです。調べんといて。じゃあ次、4の別人物になりすまし事件関係者に潜入捜査するを選んだあなたはシンプル、危ない人予備軍です。変身願望が強く別の自分になりたいという希望があるはず、アブノーマル度が高いと言えます。危ない人予備軍シンプル悪口みたいなです。だから私はね、覗き趣味ですね。危ない人呼び軍です。めっちゃおもろい、めっちゃシンプルな悪口。じゃあ次、あなたの仲のいい友達が失恋しとても落ち込んでいます。あなたは友達を元気づけようと日帰りの旅行を提案しました。落ち込んでいる友達をあなたはどこへ連れて行きますか。1、海。2、山。3、高原。あなたの仲のいい友達が失恋しとても落ち込んでいます。あなたは友達を元気づけようと日帰りの旅行を提案しました。落ち込んでいる友達をあなたはどこへ連れて行きますか。1、海。2、山。3、高原。うわー、どうなんだ、私どこだろうな。海か高原なんだよな。でも高原って原っぱか、海かな。でも海ばっかだね、基本的には。海で、でも高原、山あんまいなそうだね。じゃあ、こちらの心理テストで分かるのは SM 度です。いやー、では1、海を選んだあなたは包容力にあふれた M 気質です。海は母性や包容力を表し、あなたは相手を受け止める包容力の持ち主のようです。人をいじめることには興味がなく、相手のためにも自分が犠牲になれる M 気質のようですらしいです。私ですね。では続き、確かにね、このルームでやったら海が多いわけだわな、これ聞いたら。次、2、山を選んだあなたは相手よりも優位に立ちたい S 気質です。でもいなかった、あんまいなかったよね、山。このルーム、山はなんだこれ、母性じゃなくて、これ父性、父に、あ、おっぱいじゃない方ね、お父さんの方の父の父性や権力を表します。目的を定め、自分と相手をコントロールすることに優れた人のようです。常に相手に対して優位に立ちたいと思うことから、時に攻撃的な行動に出ることもあります。M と M の覗きまで、やめちゃうんないかな。山何人かいたらしいですよ、山の人。誰だ、調べても。私を支配しようとしてるやつを調べても。誰だ、誰だ、誰だ、誰だ。私を支配しようとしてるやつ。じゃあ次、3、高原を選んだあなたは相手によって気質が変わります。海と山の間にある高原を選んだ人は母性的な海と不性的な山の一面を兼ね揃えた人物です。相手によって S 気質と M 気質を使い分けることができるので、人付き合いが上手な人と言えるでしょう。そうなの、誰だ、高原なんか 2,3 人いた気がする。まあでもなんかね、相手によって変えれる、優しいのかな。あ、でもこの猫ロバ馬失いったことあるな。では続きまして、待ち合わせ場所に向かっている途中で突然雨が降ってきました。あなたならどうしますか。1、多少濡れてもそのまま急いで待ち合わせ場所に行く。2、大雨になる前に傘を買う。3、持っていた折りたたみ傘を使う。
4雨宿りして止むのを待つ。待ち合わせ場所に向かっている途中で突然雨が降ってきました。あなたならどうしますか。1多少濡れてもそのまま急いで待ち合わせ場所に行く。2大雨になる前に傘を買う。3持っていた折りたたみ傘を使う。4雨宿りして止むのを待つ。私これは決まってます。2ですね。傘買います。傘買って一緒に入ります。みんな折りたたみ傘持ってる派？持ってんの？みんな偉いね。絶対持ってないもん私。でも1位が多そうだな。ではこの心理テストは精神年齢が分かります。みんな持ってんの偉いね。私全然持ってない。おお。深層心理において雨は突然のトラブル、それに対する対応は危機管理能力を表していますらしい。じゃあ1の多少濡れてもそのまま急いで待ち合わせ場所に行くを選んだあなたは精神年齢20から30歳やる気いっぱいの若者レベルです。若いのかなこのルームの人の心は。多少の雨に濡れるものも気にせず急いで向かうことは今の生活でいっぱいいっぱいであることを表しています。え、大丈夫みんな。いっぱいいっぱいなの。仕事や勉強の意欲は高くやる気もありますが将来のことはあまり考えていない楽観的なタイプです。今が楽しければよく将来はなんとかなるさと思っていませんかって言ってます。大丈夫みんないっぱいいっぱいなの。大丈夫。心配なるな。じゃあ次2の大雨になる前に傘を買うを選んだあなたは精神年齢、私もですね、精神年齢40から50歳堅実な成熟タイプです。あ、くしゃみ出そう。確かに。えい。将来を見据えて行動できるあなたは精神的に大人です。困難を克服する強さを持っていますがやや欲深い一面もあり利己主義になりがちですね。利己的な考えを抑えることも忘れずにいてください。確かに私が買って一緒に入れてあげたら好感度上がるかなとか思っちゃうよね。はい。では次3の持っていた折りたたみ傘を使うタイプのあなたは精神年齢60歳以上人生を悟ったレベルです。いつでも折りたたみ傘を所持していることから危機管理能力が高く人生には楽しいことも辛いこともあると知っていることを表しています。人生は楽しいことばかりではないと考えていて現実的な思考と妥協をすることを受け入れています。しかし現実的な思考をするあまり大きな夢を持つことができないタイプであると言えるので時には大きなことを言ってみてはいかがでしょうからしいっす。大丈夫か。たまには大きいこと言ってもいいんだぞ。じゃあ最後4雨宿りして待つを雨宿りして止むのを待つを選んだあなたは精神年齢5から15歳夢見るピーターパンレベルです。どれだどれだどれだ。いつ降り止むかも分からないのにいつか止むだろうと楽観的に物事を見る妄想好きなタイプ。現実を直視できず幼少期に親に守られていた感覚が抜けていないため夢見る子供のような幼さがあります。その想像力を生かす仕事に就ければ成功できますが少しつまずいただけで投げ出してしまう性格ですね。もう少し大人になるよう努力してみてはらしいよ。みんな努力してみてはって書かれてるよ。最後辛辣。かわいそう。なんかおもろい。努力してみてはかわいそう。頑張って。じゃあこれは続きましていきます。あなたは無人島に1週間滞在することになりました。この中
この中から一つだけ持っていくことができます。何を持っていきますか？1アウトドアの本、2スマートフォン、3サバイバルナイフ、4寝袋。あなたは無人島に1週間滞在することになりました。この中から一つだけ持っていくことができます。何を持っていきますか？1アウトドアの本、2スマートフォン、すごい本とフォンがかかってるみたいだねバカみたいなこと言うけど。3サバイバルナイフ、4寝袋。私迷う、1か3だな。本かナイフだな。何にしようか。でもナイフないとな、結構厳しいとこはある。魚とかさばけないし。私は3ですね、ナイフです。じゃあこの心理テストではあなたが人生で大切にしたいことが分かります。おお。じゃあ1のアウトドアの本を選んだあなたは知的好奇心を満たし学び続けることを大切にします。どんなことが起きても冷静に分析対処することができます。人生において大きな失敗をすることが少なく、たとえ失敗しても成長につなげることができるため成功するタイプです。恋愛においては知的でかつユーモアのある人に好かれます。ただ理想が高いのが難点ですね。私これ選ぼうとしたくしな。でもまあまあまあ、まあでも私は3ですからね。じゃあ2番、スマートフォンを選んだあなたは愛情や人とのつながりを大切にしたいと考えています。協調性があり人にも優しいのでみんなから信頼されるタイプですね。しかし他人の言動による影響を受けやすいので振り回されやすいというネガティブな面も持ち合わせています。恋愛においても尽くすタイプなので悪い相手に出会ってしまうと苦労するかもしれません。合ってる？私ワンちゃんこれも当てはまりそうだね。でもスマートフォンは絶対充電切れると思ったからやめたでも写真は撮りたいなと思った。じゃあ次、もう職業病だね、写真撮りたいって。続きまして、じゃあ3番、私と一緒、サバイバルナイフを選んだあなたは環境の変化や刺激を求め自由な人生を望んでいます。自信家で積極的に道を切り開き挑戦をし続けるアクティブな性格です。人間関係においては広く浅くなりがちで恋愛関係においてはドラマチックな関係を求めるため痛い思いをしてしまうこともあれあんま良くなかった。ほどほどにしておくことが必要な場合があると肝に銘じておきましょう。あれあれ、なんかあんま良くなかった。最初の方めっちゃ良かったのに。なんか確かに広く浅いな私人間関係。あれドラマチックな関係を求めるため、マジか、気をつけよう。じゃあ次、3じゃない4、寝袋を選んだあなたは平和さと穏やかさを大切にします。揉め事や争いが嫌いで波風のない平和な関係を好みます。しかし自分の平和を脅かすものに対しては攻撃的になります。柔和な性格に見えるこのタイプですが、実は敵に回すと一番怖いタイプでもあります。恋愛においても誠実な性格なので付き合ったら長く続く傾向がありますね、とのことです。ほう、なんかまあだから平和な人だね。誰だろう、めちゃくちゃ平和すぎ。あ、本当平和すぎ。あ、これ柔和柔和かと思った。柔和らしいっす。お、これは何が分かるとか書いてないの。柔和でしたね、すいません。じゃあ続きまして、題名真っ白の部屋。あなたは真っ白の部屋でとても広い部屋に入りました。物は一つも置かれていません。あなたが一番最初に思ったことは、あなたは真っ白でとても広い部屋に入りました。物は一つも置かれていません。あなたが一番最初に思ったことは、なんだろう、白って思う白か怖っとかだ、ね、でも怖いよね。じゃあこれは、おお、こちらは自分が死ぬ瞬間に何を思うかを表しています。いや、私死ぬ瞬間白って思うの白怖っ。だらしいです
しろってどういうこと。私牛乳とかになんか溺れちゃうのかな。難しいな。誰かいてほしい。ああ、ワン、確かになんかそれはちょっと合ってるかもね。拾ってどういうこと？なんだろうね。なんか難しいね。じゃあ次。あなたの目の前でろうそくが燃えています。さて何本燃えていますか？あなたの目の前でろうそくが燃えています。さて何本燃えていますか？でもいっぱい燃えてそうだな。頭の中にはいっぱい出てきたな。ブワーって出てきた。やべえやべえ。あ、でも合ってるか。皆さんこれは大変です。この心理テストで分かるのはあなたが同時に愛せる人の数です。複数答えてしまった人も家族を愛せるのかもしれません。やべえ、めっちゃあった。マジめっちゃあった、超あった超あった。ラプンツェルのあのこうふーんってするあのなんかシーンぐらいいっぱいあった。めちゃくちゃあった。まあでもね、ファンの皆さんを愛してるってことだよね。うんうん、さすがやっぱアイドルの鏡だ。そうだよね、みんなを大好きってことだからね。でもなんか逆に5とか8とかのがなんか絶妙でなんかちょっとあれだけどね。4、3、なんかそっちの方がなんかね意外となんかこうなんかリアルだよねリアルだよね。私はみんなを平等に愛してるってことですから。お、じゃあ次は複数、また選択式でいきます。あなたは一つだけ魔法を使えるようになりました。それは何？ 1. 瞬間移動、 2. 物を動かせる念力、あ、これ多いな。 3. テレパシーを送れる、 4. 動物と意思疎通ができる、 5. 透明になれる、 6. 空を飛べる。あなたは一つだけ魔法を使えるようになりました。それは何？ 1. 瞬間移動、2. 物を動かせる念力、3. テレパシーを送れる、4. 動物と意思疎通ができる、5. 透明になれる、6. 空を飛べる。私も瞬間移動だな。1番だな。1番多そうだね。でもテレパシーもいいなとか思ったけど瞬間移動かな。じゃあいきますね。この心理テストはあなたの隠れた欲望が分かる心理テストです。1の瞬間移動を選んだあなたは自由になりたいという欲望があります。他人や仕事、勉強などに縛られる生活にうんざりしていませんか？一人旅をしてみると欲求を満たすことができるかもらしい。じゃあ次、2の物を動かせる念力を選んだあなたは隠れた支配欲があります。最近人間関係がうまくいかずモヤモヤしていませんか？あなたは全て自分の思い通りにしたいと考えることもあるでしょうが、そのような支配欲をさらけ出してしまうと周りに人がいなくなってしまうので注意が必要です。大丈夫？2選んだ人いる？大丈夫大丈夫？悩んでる？なんか話聞こうか。じゃあ次、3テレパシーを送れるを選んだあなたは自己防衛の欲求があります。自分の意見を否定されるのがたまらなく嫌で、そういった人とは関わりたくないと考えていませんか？世の中にはいろんな人、考え方があることを理解した上であまりにも価値観が合わない人とは距離を置いてみるのもいいですよらしいです。じゃあ次、4動物と意思疎通ができるを選んだあなたは隠れた承認欲求があります。あ、でも私これ内容だけ見たら私これもそうだな。頑張っている姿を評価されないことが苦痛に感じていませんか？そんな時は他人からの評価ではなく
自分のために頑張っているんだと思考を変換してみるといいかもしれません。続きまして5、透明になれるを選んだあなたは隠れた逃避欲があります。逃げ出したい、逃げたいなんてことないと思っていますか？そんな人こそ要注意です。自分でも気づかぬうちにプレッシャーやストレスを感じているかもしれません。一度現在の環境を見直してみては。じゃあ最後6を選んだ、6、空を飛ぶを選んだあなたは隠れた解放欲があります。最近自分を素を出せない窮屈な生活をしていませんか？プライベートな空間、他人の目がないところで自分をさらけ出してみましょうです。さあどうだ、皆さん合ってます？私はでも確かに自由になりたい、自由になりたい、うん、まあそうだね。いろいろありますね。でも本当なんかまだいっぱいあるんだよね。お、じゃあ最後これいきます。最後だけこれいきます。あなたはサンタからプレゼントをもらいました。そのプレゼントを見てどう思いましたか？あなたはサンタからプレゼントをもらいました。そのプレゼントを見てどう思いましたか？私はな、なんだろう、いっぱい欲しいなって、もっと欲しいなって思いますね。あと3分やばいね。私はもっと欲しいなって思います。お、わやばい。この心理テストは会社の給料に対してどう思っているか分かる心理テストです。プレゼントを見て感じたことはあなたが今の給料に対して感じていることでやばい、もっと欲しいもっと欲しいって思ってます。心理テストが言ってますで心理テストですから、やっぱ持ってるんでしょうね。いっぱい欲しいプレゼントいっぱいあったら嬉しいじゃんね。でもさ、結構意外となんかあれじゃない、やったーとかさ、なんか嬉しいとか思ってる人多いよね。だから最低限はもらってるからありがとうって思ってんじゃない、みんな実は。まあこのこれかなみたいなやばーい気まずいってことで早くランキングで終わろう。13位としさんありがとうございます。12位 BB さんありがとうございます。11位グリ君さんありがとうございます。10位ただの魚さんありがとうございます。9位シュンさんありがとうございます。8位カルビさんありがとうございます。7位神崎正和さんありがとうございます。6位東一太郎さんありがとうございます。チョイチョクさんありがとうございます。4位ティーチバイさんありがとうございます。3位長次郎さんありがとうございます。2位ケロクニさんありがとうございます。1位テンタコちゃんありがとうございます。ありがとうございました。やばい、早く逃げようじゃあ明日はちょっと配信が午前中か夕方あたりになります。夜ではないと思います、おそらく。ってことでバイバイ、おやすみなさーい。みんなの心理聞けてちょっとおもろかったですバイバーイ。